さあ、最後から2番目のテープですね。こいつを聞きましょう。で、これを流す。この時にこのさ、ボイスレコーダーを持ってた方がいいのかな？まさきのホラーな話！始まりました。鬼川まさきです。前回のラジオを聞いてくださった方はわかると思うんですけど、なんと手紙ありました。あったんだ、別に。資料の間に挟まってて気づきませんでした。ということで、今回はこの手紙読んでいきますよ。飲んじゃっていいのか、それ。前回に引き続き、今回はどのような話でしょう。今回も毎度おなじみ、ラジオネームトウコさんからのお話です。トウコさんからの投稿ってことね。今回はタイトルのようなものもあるようですね。では早速タイトルから読んでいきましょう。バグっとる。タイトルわかりません。え、終わった。テープが途中で切れてしまっている。まさきにこの後何があったんだ？まさきで会ってるっけ、まさきは手紙を読もうとしていたところだった。資料の間に挟まっていたって言ってたな。その手紙が残っているかもしれない。探してみよう。なるほどね。っていうことはいよいよここか。あるじゃん。速攻で見つかったわ。手紙。付箋を読む？はい。次の放送で読むよ。まさきの字だ。声に出せ。誰の字？この手紙を読む。これ手紙読んだらアウトじゃない？大丈夫？声に出せって書いてあったけど。まあでも読んでみるか。トナコの闇。トナコの闇。弟は熱く燃え、姉は青き息を吐く。トナコには何もできぬ。一人離れゆくトナコ。暗闇には一筋の光も見えぬ。あそこに見えるは怪物か。招こうとも動きはせず、醜い面は面影をも見せぬ。先には島も色もなき。白きウサギにはついてはいけず、さまよう者の骨一つ。ポエムだね。変わりゆくのは己か誰か。怪物傍らに置こうとも、鏡に映るは暗き闇。落ちれや落ちあれ落ちずとても、生きゆく先は何もなし。ラジオネーム投稿。おおおおお。なんだ。あ、出られない。やっぱり読んじゃいけないやつだったんだね。これあれだよね。そこら中にあった。お、出てくるか。あのシミだよね。やっぱりあの関係があったってことだね。あ、誰か出てくる。これあそこにいたおばちゃんだよね。外でトントン叩いてた人とは別だ。こんにちは。俺は鬼川春夫。あ、テープレコーダー。絶対読むな。読んだら死ぬ。俺にはもう時間が。なるほど。そのためのテープレコーダーか。あ、じゃあテープレコーダーを持ってるか持ってないかでエンディング変わりそうだね。なんだ？あ、なるほど。これ下に沈んでるってこと？なんだって？おお、エンディング3。エンディング3だって。トナコの闇について語るすれ。はあ、よくわからんが、トナコって誰だ？トナコの闇ってあれでしょ？読んだらヤバいやつ。ヤバいって具体的には？なんかトナコの闇の歌歌っている人いるよね。声に出して読むといけないらしいですよ。トナコの闇っていろんな人が付け加えたり変えたりして元の歌がどれかわかんないんでしょ？歌なん？おいー、どうしよう、騙されてマジ朗読しちまったんだが、トナコの闇。あー、で、ここに書いたアホがいるわけだね。
もう縦読みとかじゃないのかな。ほんとそういうのやめろ。親切でも何でもないからな。読む人いたらやばいだろ。ご愁傷様。録音にトナコの闇は読むなって入ってたらしいよ。ああ、さっき録音したからっていうことだよね。トナコの闇って初めて聞いたんだけど調べたら怖っ。トナコの闇読んでみよっかな。マジでやめとけ。読みたい人には読ませといたらいい。その録音した人って何者？その人どうなったの？トナコの闇を読んでやばいと思ってとっさに録音したらしい。いけないってやばいと同じではないですか？どうなるか教えるべきではないでしょうか？その人すごくない？マジ神じゃん。じに点々やめえや。トナコの闇を音に、声に出して読んだ人は死ぬんだよ。なるほど。このエンドだと一番最後に、まあ、そのトナコの闇を読んでしまって、主人公は死んじゃったんだけど、まあ、録音のね、テープがあったから、後の人にそれを伝えることができたっていうエンディングみたいですね。っていうことは、とりあえず、テープレコーダーを手に入れなかった場合のエンディングっていうのは想像がつく。なんだけど、まだ全然言ってないとこあるよね。だって、なんだっけ、自転車の鍵かかってるところ中入ってないから、でも逆に言うと、謎として残ってんのはそこぐらいかな。他は使ってる、あ、違う！ゴミステーションだ。ゴミステーションの鍵、まだ取ってないね。ということは、あのゴミステーションの中の鍵、あれが自転車のところの鍵かな？で、あそこに穴開いてたけど、もしかして手に入れたあの食べ物をネズミに直接やるんじゃなくって、あの穴の中に入れるのかな？もしかしてあの穴の中に入れることによってあの鍵が手に入る。でもちょっと想像できないけどね。なるほど。いやー怖かったけど、とりあえずはエンディング3を見て、っていうことはとりあえずエンディングにはすぐ見れそうで、あれ？続きからがある。続きからプレイできんの？セーブ入ってたっけ？っていうことはエンディングにはすぐ。まさきが死んだ。続きじゃねえじゃん。あれ、ちょっと待って、とりあえず飛ばして。それでもこれ2周目じゃないと何か進まない何かがあったりする。あれ、違う。あ、ここから始まっちゃうってこと？いやー、ちょっと待って、こっからじゃダメじゃない？さっきの予想で言うと、テープレコーダーを手に入れちゃダメだし、ここ、そうだよね、この食べ物を使わないといけないんじゃないかって今推理したばかりなのに。いやー、これもうダメか。やり直さないとダメかもしんない。マジか。ちょっと一回、試してみようか。読まないっていう選択肢を試してみようか。読まないでもしかしたら先に行けるのかもしれない。とりあえずここにテープ入れる。で、飛ばす。まさきのホラーの話。飛ばします。始まりました。ちょっと飛ばしますね。で、7の6でしょ。で、探してみよう。で、ここにあります。で、付箋を読む。で、声を出せ、誰の字っていうので、で、ここ、この手紙を読む、まだいい。読んじゃうと終わっちゃうよね。でも、ここまで来たらもう、どうしようもない気がするんだけどな。そうなんだよね。ここもやったし、ここの鍵を手に入れないといけないんだけど、
飛び降りた、誰かが。え、これまさき？違う、女性だな。自転車の女王、誰か上から飛び降りたんだけど、なんかチカチカしてんな。一応別の展開あったね。別の展開あるけど、ここで何かアイテムが手に入ってくれないと結局は一緒なんだよな。あ、なるほど。これで鍵を手に入れてこないといけない。あ、あったあった。自転車の女王の鍵。進むじゃん。鍵開けた。あ、開けたけど誰もいない。ん？ずっとね、この音鳴ってるのが何なんだろうって思ってたんだよね。あれ？あ、これ閉められるだけか。このカタカタカタ、あ、登れる、上に上がる。さっき飛び降りた人のところあった。逆再生されたテープだって。逆再生されたテープ、ほう。まあいいや、とりあえず降りよう。なるほど、これでとりあえず先には進めそう。あれ、火バサミ、あ、これで鍵取れんじゃん。ちょっと待って、後で。あー、なるほど。じゃあテープを、あれ、テープを聞きに行ってもいいけど、先に鍵を取りに行ってもいいね。あ、でも逆再生されたテープ、ちょっと待って、一旦逆再生されたテープ聞いてみようか。これ、あれ、テープがない。テープがっていうか、再生できないじゃん。ちょっと待てよ。あ、ここにある、ここで聞けと。どっち先がいいかな。まあでも聞いちゃうか、一旦聞こう。ん？どういうこと？どういうこと？逆再生されたテープを今流したんだけど、でもとりあえず入れられなくなった。さっきのボイスレコーダーを使ってなんかやらなきゃいけなかった？でも選べないよな、別に。よくわかんないけど、とりあえず、ゴミステーションの鍵取ってこようか。はい。私の予想だと、道中車でなんかありますね、これ。だって、どう考えてもこれ最後だもん。これ行って戻ってくるっていうのが、この車に乗るっていうパート。絶対これ乗ってる最中になんか起きるよ。みんな覚悟しといて。ここで絶対なんか起こる。まあ一回起こってるからもうないんじゃないのという気がしないでもないけど、いやー。せっかく車のパートがあるんだったら1回や2回あるでしょう。まあ1回はあったけど、ここ行って帰りだな多分。突っ込んだ。運転むずいな。あとこれ、あのマニュアル車をさ、こんなにリアルに再現しなくてよくない？ちゃんとギアの切り替えのところとかさ。いや、まあリアルだけど、確かに軽トラだからね。はい、じゃあゴミステーション来ました。で、ここだよね。違う、こっちで、これで、それ取れるでしょ。で、取ったのはなんだ。南京錠の鍵だから、これで開けられるんだよね。で、これテープデッキ、テープを逆再生できる。なるほどね。向こうにあったやつで再生しても逆だからダメだけど、これだとちゃんと聞けるんだ。あれ、
このテープ入れるんじゃないの？ん？ちょっと待って。あ、直したテープ、そういうこと？だからこれを使って、逆再生されてたやつを正しい、方向に直したってことなんだ。電力はどこから来てるのかっていうツッコミはまあ、やめておきましょうか。気にしちゃいけないね。OK、じゃあこれで戻れば良さそうだね。良さそうなんだけど。よし。絶対なんかある。絶対なんかあるよ。でもこれだとグッドエンドだよね、多分。一番最後に一番ダメなエンディング見ることになりそうだな。そしてそっちはやり直さないといけない。大変だな。OK。さあ、なんか起こるよ、絶対。車の中で。また音なくなるんじゃない？ああ、来い来い。ついちゃうよ。ラジオ局ついちゃうよ。ラジオ局ついちゃうよ。来るんじゃないんかい。一回だけだったね。まあ、イノシシのやつも含めれば脅かし的には2回だけど。オッケー。では、行きましょうか。これがラスト。これかな。直したテープを再生する。はい。トナコの闇。弟は厚く燃え、姉は青銀鏡を吐く。トナコには何もできぬ。一人離れゆくトナコ。暗闇には一筋の光も見えぬ。だから弟が読んじゃったっていうことだよね、これで。マネコートも動きはせず、醜い面は面影をも見せず、先には島も色もなき、白きウサギにはついてはいない。だから弟もこれを読んだことによってさっきと同じ現象に巻き込まれて死んじゃったと怪物いうことだね。鏡に映るは暗きやる、落ちれや落ちやれ。でも今回は自分で読んでるわけじゃないから大丈夫なんだよね。なんかバグってる。ああ、で、これがあれか。襲われてる時か。あ！手紙なくなった！まさきはこれ読んだから死んだに違いない。あの歌にどんな力があるのかはわからないが、調べてもらう必要がある。あの紙を明日警察へ持っていこう。もう遅いし、今日はひとまず家に帰った方がいいな。ああ、そういうことね。ああ、なくなったんじゃなくて自分で回収したのか。でもさ、警察に持ってったところでな気がするけどな。どうせ最後の脅かしあるんでしょ？わかってるよ。このまま普通に帰れるわけないもん。ああ、なるほど！ここだ。さっき車来なかったのはこのためか。これ以上ここにいような家に帰る。はい。この車の中で何か起きるんでしょう。終わっちゃった。ある朝。鬼側なのか、どっちだったっけ。まあいいや、鬼側にしとくか。忘れちゃったね。鬼側正樹の兄の正雄が一つのテープを持ってきた。これを聞けば正樹の死の理由がわかるはずだ、と言って。俺はその場でそのテープをマサオと一緒に聞いてみることにした。しかし、いくら再生しても何も流れることはなく、そのテープには何も録音されていなかった。慌てるマサオ。そんなはずは、マサオじゃねえな。あ、いいのか。そんなはずは、などとブツブツ何か独り言を言っているかと思えば、急に一枚の紙を渡してきた。この紙を声に出して読んだから、マサキは死んだんだ。本当はテープにはそれを裏付ける録音が入っていたんだ、と。紙を受け取ると、マサオはいそいそと帰っていった。真剣な目ではあったが、警察をからかっているのか？こんな紙に書いてあるような歌一つ読んだだけで人が死ぬはずがない。もしそんなことが本当に起こるとしたらたまったもんじゃない。紙をじーっと眺めていると後輩がやってきた。先輩、何見てんすか？いや、なんかこの歌を声に出して呼ぶと死ぬんだとよ。え？迷信かなんかすか？先輩、そんな本当に信じてるんすか？ギャハハと笑う後輩。
先輩、読んでみてくださいよ。そう言われたが、なんだか読む気にはなれなかった。もちろん信じてなどいないが、先輩怖いんすか？なら俺が読みますよ。笑いながら後輩は紙を手に取った。一気にすべて読んでしまった後輩。その間何も起こることはなかった。何かが起こるとは思ってもいないが、少しほっとした。何も起きなかったな。やっぱいたずらだったのかも。そう俺が言うか言わないかの時だった。急に悲鳴を上げ、後輩は倒れてしまった。後輩はそのまま帰らぬ人となってしまった。そして気づいた時にはあの紙もなくなっていた。あの歌は一体。エンディング1。なるほど。まあ一応グッドエンドだよね。兄の正雄くんは生きてたわけだからなんだけど、ちょっとね、軽い感じの後輩くんが死んじゃいましたけど警察の後輩くんがかわいそうに。っていうことはこの作品で、まあ、あの呪いが解けるっていう話ではなかったっていうことみたいですね。結局のところ呪いが何であったのかっていうところまではわからなかったけど、とりあえず、まあ、真相は分かったよっていうエンディングなのかな。あー、この後じゃあエンディング2か。ボイスレコーダーを取っていない状態で、最後のところまで行けばいいのかな。あー、また一からやらないといけないのか。大変だな。まあまあ、やってみましょう。よし、ということで、テープレコーダーじゃなかった。ボイスレコーダーか。ボイスレコーダーを手に入れてない状態でここまで来ました。じゃあこの状態で読んでみましょう。で、付箋は関係ない。これだね。この手紙を読む。はい。これでおそらくエンディング2じゃないかな。悩み。弟はでも、生き行く先は何もなし。さあ、これで下から出てくるね。で、出られなくなっている。で、この先行けないんだよね。この先から東子さんらしき人が出てくるんだけど、近づくことはできませんよと。ゴポ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 言って出てきますよ。今回はいわゆるこれを読んじゃダメだっていうもの、あのテープレコードをね残すことができないんで、エンディングはどうなるんでしょうか。 UV ライト当ててやれ。UV ライト当てたら動かなくなったりしねえかな。さあどうなる？あ、普通にやられるだけかな。はい、やられちゃいました。これでだからまた水の中に入っちゃったっていうことだよね。でここは一緒かな。また顔がドーンって出てくるやつ。はい、あ、エンディング2ですね。実績6解除されました。正雄が死んだ。そう聞いたのは彼が弟の死の原因を探しに行った次の日の朝だった。なぜ彼が婚約の約束もしていた。あ、じゃあ結婚か。結婚の約束もしていた。あ、ってことは、恋人だね。正雄の恋人さん。そんな彼が簡単に死ぬはずがない。私を置いて、調べなければ、彼が死んだ理由を。あー、なるほど。これで今度は恋人の方が同じ結末をたどってしまうということだね。なるほど。エンディング2の方では、この呪いについて伝えることができなかったんで、自分の大切な人も、まあ、同じ手順をたどっておそらく死ぬことになってしまうと。でエンディング3の方ではボイスで残すことができたんで、まあ、犠牲者が少なかった。まあ、特にその自分の恋人は助けることができたっていうことだね。でエンディング1に関しては主人公の正雄くんも、まあ、助かることができたということみたいですね。はい、ということで、まあ、エンディング2が一番のバット、
エンディング3が、まあ、一応ノーマルかな、まあ、でもまあでも緩いバッドエンドで、1がハッピーエンドって感じかな。まあ、ハッピーエンドではないけどねハッピーエンドではない。あの警察の後輩くん亡くなっちゃってるしね、そもそも何も解決してないし。はい、ということで全エンディング見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。いや今回ね、今までのチラズアさん作品の中で一番怖かったわ苦手なタイプなホラーだったわ。皆さんはどうでしたでしょうか。はい、ということで、本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。